こんにちは、佐々木です。本日は、簡単な楽観パックの、ね、配送方法です。こちらの方ですね、リアルに説明させていただきます。それでは早速始めます。はい、まずですね、はい、こちらもですね、画面になりまして、ここですね、これ配送サービスってこっちになりますね。ファミリーマートに行けばこちらの方分かるかと思います。まずここを押していただくなりますね。はい、でその次なんですね、まあ、こちらの画面になりますので、こちらボタンを押してください。はい、そうしますとですね、次にですね、こちらですね、こちらの画面になりますので、ここですね、押していただくようになります。はい、その次ですね、でこちらを押してくださいね。で、QR コードも話すことできます。で、私はですね、いつも自分で打ってますので、そういった形でやってますね。はい、で、まあ、こちらもですね、配送先の画面が出ますので、こちらの方で、ね、こちらの方で、すいません、ここですね。で、確認して、ここを押していただくようになりますね。はい。次に、こっちですね。日程を打っていただくようになりますね。で、ここを押してください。はい。で、ここ時間ですね。時間を押していただくようになります。はい。そうしますとですね、先ほどの確認画面でまた出ますので、こちらですね、OK を押していただくようになりますね。はい。で、ですね、こう、印刷中っていう紙が出ます。出てきますので、どういった状態かと言いますと、こちらですね。これです。これ、もうリアルにこれなんで、これが出ますので、はい。で、出た状態の紙なんですけど、これがレシートですね。で、このレシートをですね、レジに持っていただければ、そのままですね、レジの、ね、方がやってくれますので、そのまま配送になります。はい。まあ、こういったふうに簡単ですので、ぜひね、簡単楽観パックもですね、ヤフオクも、メルカリ一緒ですね。ぜひね、こちらの方ですね、確認してやっていただければいいかと思います。はい。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。